次に膝下での座骨神経ブロックですが、座骨神経が総腓骨神経と頸骨神経に分かれるこの股の部分でエピニューリアムの中に薬液を投与すると神経を傷つけずに、容易にエピニューリアムの中に薬液を投与することができ、座骨神経の長い範囲に薬液を拡散することができるそうです。すなわち、この、総腓骨神経と頸骨神経が分かれているところのこの股をこのように刺してエピニューリアムの中に、針を侵入させるというイメージだそうです。